私のオタク部屋、漫画部屋を本日はご紹介していこうと思います。グッズの収納アイテムとか何使ってるかっていうのもご紹介していけたらなと思います。入り口入るとまず目の前に漫画がずらりと並んでおります。こちらの本棚はヤマゼンさんのものかな、それを使ってます。色よく見たらわかるかなと思うんですけど、真っ白じゃなくってホワイトウォッシュみたいな、若干木目が入ってるクリームカラーみたいな、そんな色の本棚です。私の本棚全然統一感ないです。今の本棚と同じようなちょっとクリームがかった色合いの突っ張り本棚使ってんのに、こっちの棚とかはね結構真っ白系、こっちも真っ白系を使ってるっていうね統一感のなさなんですけど、こちらの本棚を4つ背面を合わせる形で設置してます。その上は配給コーナー、配給の映画見に行ってきた、本当に良かった。パンフレット見てねまだまだ余韻に浸ってます。このね本棚の上に布をねかけてます。これもともとはカーテンやったんやけど、カーテン長すぎて切りましたっていうそれ有効活用できひんかなと思ってここに敷いてます。これがないとね本棚2つの背面を合わせてるから、これが見えるのが嫌でこんな感じでかぶせてます。あ、ちなみにここにはね両面テープを貼ってます。よく見たらねこの辺とかも切りっぱなしの粗さが見えてるかと思いますが、目をつぶっててください。よろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、お部屋の全体をねお見せするのを忘れておりました。お部屋の全体はねまずこんな感じです。前に少し模様替えをしてすごくね気に入った配置になりました。あ、これは三脚です。でこっちにねいろいろグッズとかを収納してるからちょっと後にして、次こちらの本棚行きましょう。これは楽天市場で買った突っ張り本棚です。これしっかりと地震対策もされてるっていうような本棚で、このバーがついてるのがねすごく魅力的やなと思ってこの本棚を3つ買いました。重たいからお孫一人で組み立てるのはかなり大変かなと思います。2つは自分で組み立てて、もう1つはねお友達に手伝ってもらいました。実はねよく見たらこの一番右のやつだけね突っ張る部分の前後ろを取り付けるのを逆なんよね。やから若干ねこうなんていうのこう段差になってる、取り外すのがすんごい体力使うなと思ってやってないんやけど、またちょっと直そうと思います。いつかいつかやります。でこちらの本棚もですね、最初にご紹介してる本棚と同じようにちょっとねクリームがかってる色、そして木目が入ってるような本棚です。まあ、本音はそれ真っ白で統一したいね。この本棚で真っ白のものがあれば一番良かったんやけど、真っ白がなかったんですよね。定期的にねここの突っ張りもね弱くなってないかとかチェックしてるんやけど全然大丈夫です。クリームっぽい色をまとめちゃって、こっちはこっちで白系のものをまとめちゃってみたいな配置にしました。じゃあ次こちら行きましょう。こちらの本棚はね前の家から使ってるやつです。こっちのね山善さんも前の家から使ってるんやけど、この本棚は真っ白なところと引き出しがねついてるところが気に入ってます。引き出しの中はねこんな感じでお部屋作りに使うアイテムとかを入れてます。そしてその隣、こちらはコレクションケースです。同じく楽天市場で買ったものです。しっかり地震対策ができるコレクションケースがいいなと思ってこれにしました。この鍵がついてるところがねすごく魅力的やなと思って、中はこんな感じでいろんなグッズを飾ってます。あ、ちょっとねこの辺とかね配置を変えました。いろんな作品のグッズを飾っててもごちゃつかないようにできる限り色は合わせてます。え、めちゃくちゃ可愛い。あ、これ最近フランフランで買ったねアクリルの写真立て、山ちゃんが好きそうな雑貨が出てるよって教えてもらって買いました。マジで可愛い、ありがとう教えてくれて。この辺飾ってるグッズを変えました。下になるにつれて影もできやすくなるし、どうやったら可愛くなるやろうなって思った結果、クリア系でさっぱりシンプルにした方がいいんかなってことで、ケースの中にこのね無印に売ってるアクリルの2段のケースを入れてみました。チェーンソーマンのねアクスターを飾ってます。そして一番下の段は飾りすぎひん方がいいんかもと思って、上の段と比べてなんか台形になるように、グッズの飾る量が台形になるような感じで飾ってみました。そしたらなんかまとまりが出たかなと思って。ちなみに敷いてる布はペーパーナプキンでフライングタイガーで買ったものです。コナンくんのフィギュアを置いてるこの台はね100均で買ったやつ、確かセリアやったかな、
あのひな壇タイプのねアクリルの台です。これは私が死ぬ気で撮ったコナンくんのヌードルストッパーです。そしてここの段はツイステのねリドルくんの雰囲気に合わせてちょっとダークな感じにしてます。このね上の部分に前ねライトを貼り付けてたんやけど粘着力が弱くなってきて取れちゃったからね今ね若干暗い状態なんですけどまたここにねライトを貼ろうと思ってます。お次こちら行きましょう。まずこの白い棚、違う部屋に置いてた棚やったんやけど全然使いこなせてなかったんでこっちに持ってきました。この辺飾り付けてる動画はね別の動画で上げてるのでよかったら見てやってください。お気に入りコーナーです。あの前回ねここ飾り付けてた時から若干配置が変わったかなと思うんですけど、あ、私8巻入れてない。そういえばここに後で入れよう。黒系のフィギュアも可愛いフィギュアもね置いてます。アズラっていうシリーズになるんかなこのフィギュアは。このシリーズどの子も可愛かったよな。そしてこちら奥に飾ってるこの子、林ゆきさんという日本のイラストレーターさんのイラストがそのまま立体化したっていうめちゃんこ可愛いフィギュアです。このシリーズね天気と感情がモチーフになってるフィギュアでもうどれも可愛くって、私はちなみに秋葉原のアミアミっていう店で買いました。でここにね置いてる台は3COINS のものです。少し前にインテリア系が出てた時に買ったやつなんやけど、まあ、もしかしたらね売り切れちゃってるかもしれません。こっちもねすごく気に入ってるゾーンです。このねフェイクブックは楽天市場で買いました。こういう可愛い雑貨私シーンで買うことが多いんやけど花瓶とかもね確かシーンで買いました。ポコポコした花瓶、チューリップも確かシーンやね。でここに飾ってるこのねちょっと小さいバケツみたいな、これもシーンやね。じゃあ一番下に行く前にまずこちらから行きましょう。これはね IKEA の有効ボードを使ってます。こういうフック型のピンみたいなのを刺して私は引っ掛けてます。この辺とかもね全て IKEA のものです。カゴとかこういうフックもねあのこの有効ボードが売ってるコーナーに一緒に置いてくれてます。あれこれね暁のヨナのキャラファインマットここに飾ってます。暁のヨナ店がねやってた時に行ってきました。じゃあお次こちら行きましょう。何を収納してるのかっていうのをね一つずつ紹介していきます。まずこちら A3 サイズのグッズを収納するならもう間違いなくこれ絶対忘れへんように、一つはねこれつけっぱなしなんやけど泉完成株式会社さんのものなんかな。店舗に置いてないダイソーさんもあると思うね。私これ近所のダイソー置いてなかったからオンラインで買いました。お値段は330円します。 A3 サイズの収納に悩んでる方マジでこれは買い。前まで私こういう A3 サイズのグッズはケースに入れたりとかせずにまとめてギュッとね端っこにやって立てかけてたんやけど、そんなんせんでもこれやったらもう安心、くたってくることもないです。まあただ1枚2枚とかやったらもしかしたらくたってくるかもしれへんねんけど、こういうね一番くじであれじゃないですか、クリアポスターとか、これがぴったり。今数えてみたところ23枚ね入ってました。23枚でちょっとパンパンかなって感じ。ただこの一番くじのクリアポスターとかは台紙がね入ってると思うよ。こういうやつ台紙が入ってるやつがほとんどで23枚で、こういう台紙が入ってないクリアポスターとか台紙が入ってない系だけやったらもしかしたら40枚ぐらい入るかもしれへん。で A3 サイズだけに限らず収納どうしようかなって思ってたものをねここに入れてます。ブリーチ店のねパンフレットとか、これアンスタのね5周年の色紙なんやけどこれもぴったりでした。でこれもあのツイステカフェのランチョンマットとかもねめちゃくちゃ良いサイズ感やってん。でほんまに優秀これ。お次はですねこちら、これもダイソーで買った A3 サイズの10ポケットクリアブックです。スリーブに入れてないものはここに収納してます。カレンダーもぴったりやった。このカレンダーねみんなどう収納してるって聞いた時にさっきのクリアファイル使ってるってコメントが多かったよ。だからこれとかみんな使ってるんじゃないかな。え、マジでよかったこれ、ありがとう。複製原画とかも入れてたり、あとはねアンスタのこのクリアポスターもちょうどよかった、ここにしまうのに。 A3 サイズの収納はこの2つを最近は使い分けてます。そしてお次もう一回り小さいサイズ感のグッズの収納アイテム、複製原画とかあとはイラストシートとか、嬉しいフィット感ぴったり感。このシーンめっちゃ良くない？このシーンさ本当に大好きやね私、この埃に刃を向けたから本当にいいシーンで大好きなんですよ。はい、良すぎ
げるっていう、そんな複製原画でございました。うちわの収納、オタクグッズのね福袋を開封したんですけど、そこで出たね可愛いうちわケース、これにね今入れてます。入れようと思ったらねもうちょっと入るとは思うねんけどね、今1枚しか収納してないです。それまではねこれを使ってたんよ。スリーコインズやったかな、推し活グッズが出てた時、その時のやつにね、まあ、こんな感じでうちわをねいろいろと入れてました。でそれ以外はここにね入れてます。これも無印良品のあのポリプロピレンのケース、主にアンスタのうちわですね、いつも買ってるのは。小さいサイズのうちわとかもそのまま横に収納してます。次はこちら、主にクリアファイルを入れてるケースでございます。これはね私セリアで買いました、 A4 ワイドケース。待って、これもあれや、泉化成株式会社さんのアイテムです。いや本当お世話になってます。結構入るんよね、 A4 サイズ以外のねグッズもね結構いろいろあって、下敷きとかも入ってますね。とりあえず収納できるこのサイズ感めちゃくちゃ使えるよねって。そしてお次、ここにはポストカードを収納してるファイルを収納してます。ポストカード収納で使ってるのも無印良品のアイテム。無印のやつはねこの高透明具合がめちゃくちゃ好きやなと思って使ってたんやけど、最近セリアにもさ高透明シリーズってあるやん、あれのこのサイズのものが出てたんよね、ポストカードとかを収納できるやつ。だからね無印じゃなくってもそっちでもいいんかなって最近思ってる。まあまあでもね私無印のファイル信者でございますので、結局ねなんかこれにばっかり収納してそうではある。まあ、もうとにかく私はねあの紙類のグッズ大好きマンですので、まあポストカードがね多いんですけど、こういうコレクションたちはね可愛いな綺麗やなって見てる。で可愛くない、グッズがこのギラギラポストカード、ギラギラポストカードって名前じゃなかったね、扉絵ポストカードコレクションですね。ギラギラポストカードはあれかチェーンソーマンか外袋もなんか可愛くって保存しちゃってるから見返しやすくって、それが好きでね私はこうやってファイリングをしちゃうんですけれども、なぜここにポストカードを収納しているのかと言いますと、こっちのね棚には入らへんのよ高さが。ほらなんかねあと1センチぐらい高ければ入ったんやけどみたいな感じやねんけど、入らんかったんこれ。やからねあのこっちの棚に収納してます。というわけでお次紹介するのはまずこちらの棚。これはね一つ一つ好きな形を選べるキューブボックスで、あっちにね飾ってるこの棚と同じものです。上と下でね連結させてるんやけど取り外しも可能です。自分の好きな形にできちゃうってやつです。でこれはね真っ白じゃなくってホワイトなんやけどちょっと木目が入ってるやつですね。そしてこれもね上に布をかぶせてネジとかを隠してます。これはテーブルクロスなんやけど2、3年前にラティスで買ったものです。もうシワになりにくい素材でめっちゃ気に入ってるテーブルクロス。こちらの棚に収納してるファイルももうほぼ無印です。ここはベル版のブロマイドを収納しているファイルを収納しているコーナー。この無印良品のブロマイドサイズが入るアルバム、スリーブによっては超キチキチなんですよね。この無印良品のファイルにおすすめのスリーブがこちらです。ダイソーセリア両方で私は見かけたことがあるんやけど、こちらのスリーブだったらスムーズに出し入れができます。ただこのスリーブにブロマイドを入れるときはちょっとねあのつっかえる恐れもある。かなりピッチピチやなって思いながら入れてます。スリーブに入れた状態でこの無印良品のファイルに入れたいって方はこれが本当におすすめです。よかったら組み合わせて使ってみてください。ブロマイド以外にもパラドックスライブのトレフォトというグッズも入れてます。ノーマルのトレフォトは別のところに収納してるんやけど、箱押しはねここに収納してます。気づいたら嫌やん、そして何回も見返したんやん。ジャンプ作品でフォトカード&ステッカーっていうグッズが出てると思うんですけど、それもねここにぴったり入るサイズ感ですので、あの横幅がぴったりですので入れてます。こんな感じで、はい、見返せてとてもいいですね。じゃあお次こちらに行きまして、これも無印良品で買ったポリプロピレンのね小物ケース、小物収納ボックス6段カラーホワイトグレーですね。ここには何を入れてるかっていうと、一度開けたアクリルスタンドです。もともと飾ってたものだったり、オタ活するときに持ち歩くようなアクスタをここに収納してます。これがね結構入るんよね。これ見てください、アンスタのコロットっていうグッズ、これがねあの縦にぴったり収まるサイズ感なんですよね。アクスタとかはねここ
ここに入れて、ちょっと小さいグッズここに入れてます。アクリルスタンドってさ、側ついてるやん、側のアクリルがついてるやんか。私はすぐに捨ててしまうタイプです。なのでこういうスリーブに入れたりして、ちょっとね、あのアクスタ同士の傷とかがねつかないようにしつつ、こんな感じで入れてます。というわけで、ここはね、一度持ち出したアクスタを入れるゾーンです。台座部分とね分けて入れれるのもね、すごく嬉しいポイント。じゃあお次はここ、無印良品のファイルにカードを収納してます。この無印良品のファイルが名刺カードとかのサイズ感しか入らなくって、スナップマイドっていうグッズ、これはね入ります。スナップマイドがぴったり収納できるスリーブに入れた状態でも入ります。私はこのスリーブを愛用してるので、よかったら袋の王国でございます。わかるかな、こんな感じでね、あの実はスリーブに入ってます。このファイルね、スリーブに入れた状態やったら入らないものも結構多くって、まあ、スナップマイドちょっと小さいから入るんやけど、名刺サイズのグッズ、こういうジャンプ作品のキャラガムステッカーとか、そういうのはねスリーブ入れた状態じゃ入らないんで、あの生身のまんまね入れてます。生身のまんま入れてても劣化していく感じは今のとこない。火の当たるところにも置いてないからかな、そんなね劣化してる様子はないです。あ、こんな感じでね、ジャンプのあの名刺とかもぴったりサイズです。スリーブ入れてなくってファイリングでもいいって方はね、よかったら見てみてください。で、その横、これもね、あの無印良品のポリプロピレンの引き出しなんですけど、まぁ、ちょっとね、そこまで今ここ活用してなくって、なんかちょっとお部屋を飾り付けるようなアイテムだったりとか、ガチャガチャとかを収納してます。ちなみにこの引き出し 75mm 缶バッジが入るサイズ感です。こんな感じですね。缶バッジとかね、収納したい時にも使えるような引き出しです。私ね、あれや、アルカナカードをね今ここにちょっと入れてます。アルカナカードの収納ってほんとね悩むと思うんだけど、横向きにしたらねこんな感じで入ります。ここにこうやって余った分は置いて収納してるんやけど、ちょっとまだまだね、アルカナカードのなんかドンピシャな収納は見つけられておりませんが、でもなかなかいい感じ。さくらちゃんのアルカナカードです。マジ可愛い。そして一番端っこ、ここはですね、あのコースターを収納しています。じゃん、こんな感じです。コースターがピッたり入ります。コースターサイズ対応のスリーブに入れた状態でも入ります。ただちょっとね、入れ方によりけりスリーブにねシワがいったりもするかも。この辺見てもらったらわかるかと思うねんけど、こんな感じです。でもね、よく見んとわからへん程度のシワやから、私は気にせずスリーブに入れた状態でファイリングしてます。ちなみにスリーブは袋の王国の 92×92mm のものを使ってます。マシコレのさ、専用スリーブってあるやん、あれやとねちょっとスリーブが小さいのかしてスムーズに入ります。綺麗な状態でファイリングしたいって言うやったらマシコレのスリーブがおすすめ。これはマシコレのスリーブに入れた状態でファイリングしてんねんけど、どう、光に当たってもシワなく綺麗じゃない？絶妙な違いかもしらへんけど、マシコレは薄いから両面にこうやってファイリングしてます。コースターは私は片面にしかファイリングしてません。こんな感じです。両面に収納したやつがあるんやけど、ジャンプ作品のコースターね、これ両面に入れた結果です。これがすごいもん、膨らみがだからちょっとここまでね収納したくないって方は、あの片面収納をおすすめします。両面収納にして失敗したところは、そのね、ファイルが変形していくのはもちろんのこと、あの取り出しにくくってめちゃくちゃパツパツやからこそめっちゃ取り出しにくいね。ちょっと出したいなって思っても、だからね、これ新しくねファイリングしようとは思ってるものの、気づいかへんかなとか思ってね、なかなか手をつけておれずっていう、そんなファイルでございます。とんでもないことなってんもんね。で、だから片面収納がおすすめです。じゃあこの下行きましょう。ここで使ってるのはセリアで買えるポーリングバインダーです。もともとはモノトって名前で販売されてたこのね4リングのバインダーなんですけど、なんか名前が変わったのか、まあ、これで出てきたらしいです。ちなみに私これはセリアで買ったんやけど、100円やのにめっちゃ良い。結構前から使ってるやつとかも全然壊れてなくって、これには何を収納しているのかっていうと、マシカットの小さめのステッカー、リフォルメーションとかビックリマンチョコのサイズ感みたいなのを収納してます。これは高透明の A5 サイズのリフィルを挟んで
こんな感じにしてます。英語サイズをファイリングしてるのプラス、ここにファイリングしようか迷ってるものとかも入れてます。これはね、細長い系ですね。このリフィルもね、セリアで買ったやつを使ってます。これもね、セリアで見かけたリフィルにファイリングしてます。ダンプ作品のミニ色紙、これがぴったり入るサイズ感です。このリフィルマジでめっちゃ使える。ロングガムについてくるステッカーとか、これもセリアで買ったリフィルに入れてます。ロングステッカーを収納してるのと同じリフィルにクリアしおりを入れてます。リフィルがね、4リングバインダーにしか対応してないものもあって、それをね、やっぱりこのファイルが必須やなって思うんやけど、このリフィルが30アナリングに対応してるやつは最近ね、この無印のバインダーを使ってます。この金具の部分、結構な枚数を挟んでも力強くね支えてくれます。聞いてくれ。はい、すごいです、この締め付け力。セリアに売ってたリフィルなんですけど、見てください、ピクリア、こんだけ綺麗に収納できんのよ。ピクリアってね、一枚一枚ね、こういうスリーブに入ってると思うんやけど、その状態で綺麗に収納できます。むしろちょっと横に余白ある感じ。 VS アンビバレンツっていう作品にもハマってるんですけど、そのビバレンのねグッズもこんな感じで綺麗に入りました。え、かわいい。めちゃくちゃ良くない？結構何でも収納できるからさ、これ。他どんなもんファイリングしてるかっていうと、原神のスイパラのね、布ステッカー。それとかもね、よく幅ぴったりでした。で、これが先ほどご紹介した、細長いリフィル。中国グッズのホロチケも、こんな感じで収納できます。ただ、ホロチケはですね、よく見たらね、ちょっと飛び出してるね。飛び出してるって言っても、この金具の部分にね、突っかえるとかじゃないから、傷はいかへんので安心してください。やっぱりファイリングしてるのが綺麗やなって思ったからね、入れました。ホロチケも。ホロチケってほんまに可愛いよな。アンスタだけじゃなくてね、パラライもホロチケっていうグッズが出ておりましてね、こんな感じで入れてます。なんかホロチケさ、キラキラしててめっちゃおしゃれやから、よくね私見返したくなっちゃって見返すんやけど、だからね、ホロチケがぴったりサイズのリフィルに出会えてよかったです、本当に。で、こっちにもね、こんな感じで英語サイズのグッズをファイリングしております。こういうクリアビジュアルポスターとかもめちゃくちゃ収納できます。いっぱいよ、これもうたっぷり収納してるから。こんだけね、両面たっぷり収納してても金具の部分がくたってくるとかもないから、ガチで優秀です。お値段するだけあります、無印良品。私のファイリング事情は以上かな。最後にここ真ん中は画集とか雑誌とかそういうのをね入れてます。映画のパンフレットとかもね、ここに立てかけてます。スリーブに入れた方がいいかなって思いながら、結局全然入れてへんねんけど、入れた方がいいかな。これちょっとね、長々とお話してしまってるかもしれませんが、そのまんまこの隣に行きましょう。ここにね、今無印良品の引き出しを置いてるんやけど、グッズを収納してます。私グッズはね、クローゼットの中にしまってたりするんやけど、クローゼットの中に入れてる引き出しは何が入ってるかっていうのがパッて分かった方がいいなと思って、アイリスオーヤマのねクリアチェストを使ってます。そのクリアケースを表に出すと、私部屋にねグッズをいっぱい飾ってるから、ごちゃついて見えるなと思って、表に出してる引き出しは中身の見えないものにしてます。で、ここがですね、パラライコーナーです。上4段が朝型のものを使ってて、一番下は深型を使ってます。はい、中身こんな感じで綺麗に収納しております。中にね、こういう仕切りを入れておりまして、この仕切りは100均で買ったやつです。あのダイソーでもセリアでも同じようなやつがね、どっちにも売ってます。 57mm 缶バッジ、綺麗に入る深さです。これ 75mm 缶バッジも入るのかな。あ、 75mm 缶バッジも入るわ。缶バッジをね収納してるんですけど、何個ぐらい入るんやろ。縦列缶バッジ40ぐらい入りますね。57mm 缶バッジの場合120個入んのかな。120個くらいは入ります。缶バッジと一緒にこういうアクスタとかもね、ここに収納してます。次の段もこんな感じで缶バッジとか名札、お名前バッジっていうかな、そういうのも入れてます。次の段、ここもね、あの缶バッジを入れたり、あとはぬいぐるみも入ってます。可愛くない？ちょっと待って、くるみたぴぬいっていうぬいぐるみなんやけど、超国出すぎね。こんな感じでね、缶バッジも収納してます。その次の段も、まあ、主に缶バッジですね。あの板場を組むために結構パラライね、缶バッジ集めがちで、同じ種類の缶バッジが大量にあるんですけど、で、一番下、これもちょっとこだわったグッズ収納でございまして、この中には紙類のグッズが入ってるんですけど、
ど、100均に売ってるカードケースを使ってます。もうほんとこの収納アイテムは何回リピってか分かんないぐらい愛用してるアイテムです。そしてこの仕切りの台紙がね、1つにつき2枚入ってるんよ。だからこれでこうやって区切ったりできるっていうのがね、嬉しいポイントです。真上から見て分かるように手書きでね、ここに何のグッズっていうのを書いてます。そんな感じでね、パラライのグッズ分かりやすいように入れてます。というわけで、表に出せる引き出しの中身はこんな感じでした。クローゼットの中身はこんな感じでございます。これがね、先ほど言ってたアイリスオーヤマのクリアチェストです。朝方こんな感じで収納できるんですよね。これも同じくね、真ん中に100均で買った仕切りを入れてます。おまんじゅうとかそのまんまぶち込んでたりするんですけど、いろんなグッズがね、綺麗に収納しやすいから、ほんとお気に入りのクリアチェストです。ここ暗くてごめんなさいなんやけど、75ミリ缶バッジもね、収納できます。こちらが深型のチェストなんやけど、ジャンプ作品のバースデー缶バッジ縦幅ぴったりです。2023年度からね、こっちのデザインに変わったと思うんやけど、これもねぴったりです。クローゼットの中はこんな感じで収納してます。クローゼットの前にまたね、無印良品の引き出しを2個置いてるんやけど、この中もね、同じようにちょっとカード類をね、いろいろと収納してたりします。こんな感じでございます。このサイドに入れてるこれもね、100均で買えるハガキケース。これどこで買ったやつやろう、ダイソーかな。はい、おなじみ泉化成株式会社さんです。お世話になっております。本当にここにもね、カード入れてます。隙間が空いててもったいないなって思ってたから、このハガキケースをこうやって立てて入れて、スペースを有効活用しています。こちらはちょっとごちゃついててごめんなさいなんですけど、おたかつとかで持ち歩く時のアイテム入れてます。これね、ダイソーで買えるこういうクリアケース、ここにね、トレカケースとかを入れてます。おたかつの時に使うようなアイテムはここに収納してます。はい、縫い服とか平べったい感じのケース、これがね、3段積み重ねれます。そんなおたかつグッズをここに入れてます。で、これがですね、パラライのトレフォトっていうグッズがぴったり収納できるサイズ感やったんよ。まあ横幅ちょっと空いてんねんけどね。で、マジでちょうど良いと思ってトレフォトをね、こんな感じで収納してます。トレフォトがあんまり収納できるか分からへんねんけど、めっちゃ収納できました。こっちは何も入ってない。なんか入れようと思います。また何も入ってないです。形だけまだまだあんねんけど、ちょっと待って、これ動画どんだけ長くなってる、大丈夫かな。あ、これこの間ね、福袋で出たポチャッコのティッシュケース、めっちゃ可愛い。じゃあお次ここ行きましょう。まずこちらのソファ、こちらも楽天市場で購入したものです。で、いろいろとね、クッションを置いてます。ジャンプショップで買ったトドロキくんとカッちゃんのクッション、そしてこれはパラライのね、なゆたくんのバースデーグッズです。これはね、去年東京ゲームショーに行った時に崩壊スターレイルのブースでもらったウーボの風船って言ったらいいんかな。9月に行ってんけど、まだ空気抜けてない、すごくない。しぼむまでは共にいようと思ってここに置いてます。そしてここには無印良品で買った CD プレイヤーと、だいぶ前にIKEAで買ったウップリストのライト、それを壁に取り付けてます。ライトをつけるとこんな感じ。ちなみにここにもね、ライトを設置してるので、はい、オレンジライトで暖かさを感じながら漫画を読むことができるブースです。これはカッター、シーンで買ったカッター。親父ギャグちゃうで今の、みんな誤解せんといてな、今のは親父ギャグじゃないねんで。これも前回のオタク部屋の動画でご紹介する桜店で買った可愛いグッズです。そしてこちら、学園アリスのポストカードを入れてるのはIKEAのフォトフレームです。マジで可愛いこれ。そしてこっから下は CD を収納しているんですけれども、これ CD に入れるところがなくってどうしたもんかね。これ表紙飾っちゃってるからね今。この裏にスペースあったわ、無事収納できました。 CD 収納はこんな感じで落ち着いております。これもね、先ほどご紹介した自由にね、組み合わせれるっていうキューブボックスです。全面 CD 収納にしちゃうとなんか圧迫感あるかなって思ったから、ここはね、ちょこっとだけグッズを飾るコーナーにしてます。一番下、ここはね、ペンライトとかを入れてます。こんな感じ。これもね、同じくダイソーで買ったこのクリアのケース、それにね、入れてるんやけど、ちょっと飛び出してはいるんよね。ペンライトの収納にもね、いろいろ悩んでたんですけど、今はこんな感じで落ち着いてます。あとはね、これ去年スタフォニに行った時に作った手作りグッズ裏に割り箸つけてくたらないようにしています。マジでさ、私スタフォニの動画出す詐欺一生してるんですけど、気長に待っててください。まだ他にもね、収納
収納があるんです。こっちです。ここにもねキューブボックスを置いております。色紙とリングライトを収納しております。まず色紙から。まあ色紙はですね、やっぱりこれがめちゃくちゃ優秀って話ではあるねんけど、あのキャンドゥに売ってた CD ケースね、廃盤になっちゃったやんこれ。私もねあるやつだけ使ってんねんけど、キャンドゥで売ってた CD ケースが2つぴったりハマるサイズ感、マジでシンデレラフィット。もうほんまにもう一度これ出してくれへんかなって思うレベルで、なんで廃盤になってしまったのな。これが一番使いやすいのは間違いないんやけど、その次に見つけた色紙収納ボックスがニトリで買ったものです。これショート動画でも出してるんやけど、洗面台下整理ボックスって書いてんねんけど、あのゴリゴリ色紙を入れています。結構枚数入るし、ちょうどこのキューブボックスにも収納しやすかったから良きやなぁと思いながら使ってます。まあ、ただね飛び出してます。こんな感じで色紙は収納してます。リングライトは100均に売ってる仕切りシリーズに入れてます。あのスタフォニのミニペンライト、かわいい、ほんまにこのグッズ、これは仕切り中に入れてます。こっちのリングライト、これは仕切り20に収納してます。パラライのリングライトはちょっと大きくって、仕切り20に入れようと思うと入らんかったよね。入ったっけ。でもちょっとなんか浮いてたんかな。これはねダイソーで150円で売ってるなんかセクションケースみたいな、18個入るセクションケースです。というわけでこんな感じでリングライトは収納してます。ここ飾ってるグッズはこんな感じ。このねブルーの棚、これはシーンで買いました。こっちのカゴもシーンで買いました。でこれよく質問いただくんですけど、3COINS で買ったんですよ。これねめちゃくちゃ可愛いし、私ももう一個買っとけばよかったって思うねんけど、もう売り切れですね。ちょっとごめんなさい、これ覚えてないねん、この花瓶どこで買ったか。100均かな。こちら詳しくご紹介するのを忘れておりました。まずこちら CD 立ててるのはねクリアイーゼルです。セリアかダイソーかどっちかで買った。でこれ横幅見てください。これこんだけ厚みがあります。 IKEA で買った、まあ、四角のフォトフレームです。これ中にメガジャケを入れてます。 Amazon で CD を購入すると特典でねたまにメガジャケっていうのがついてくると思うんですけど、それです。 CD のジャケットがどでかくなったやつです。そしてこの横に飾ってるこちらも IKEA で買ったフォトフレームです。めっちゃ可愛くない？この厚みがある感じがねおしゃれでとても良い。この上にグッズを飾れるっていうのが嬉しいポイントね。こっちにも飾ってるんやけど、鏡めちゃんこ可愛いのでインテリア要因として置いてます。これ3COINS でね去年カラフルインテリアっていうのが出てた時に買ったものです。あ、これももっと買っとけばよかったって後悔してるね。マジで可愛い。でこのチューリップのペン立てはねシーンで買いました。なんかプラザにも売っててんな。プラザで買った方やったっけ。シーンの方が安いです。でもなんならこれキャンドゥで売ってたってコメントも結構もらってさ、キャンドゥやったら100円やったん？安すぎひん？あ、じゃキャンドゥで見かけたことないんだが、かわいすぎひん？そしてこちら、これはねフライングタイガーで買ったフック付きのカゴです。あのかわいすぎるので17センチぐらいのぬいぐるみが2体入るサイズ感となっておりますのでね、あのコズメ図を捉えておきました。かわいいですね。そしてこちら、桜店のショッパーがかわいすぎたのであの入れました。ちょっと待って、反射が気になるね。これめっちゃ可愛くって、このショッパーが。で頑張って持って帰ってきてんけど、やっぱりねちょっとへこみとかはあるねん。こうやって光に照らしたらわかるくない？ニトリで買ったフォトフレームで、この側にねなんかこのなんていうのマットが入ってるんやけど、キャラファインマットとかと同じ感じのマットみたいなのが入ってて、これが取り外し可能です。大きめのフォトフレームです。めっちゃ可愛いさくらちゃん。引き気味で見るとこんな感じです。もうお気に入りを詰め込んだお部屋となっております。可愛いですね。以前ここにね作業デスクを置いてたんやけど、ちょっとデスクを移動させたんですよ。まあ、そっちをね最後ちょろっとご紹介して終わりにしようかなと思います。作業コーナーはこんな感じです。こっちにも無印良品の棚を置いています。でここにですねあのスリーブたちを収納しています。綺麗にね見やすくできたらいいなと思って収納してます。スリーブのね解説動画も撮りたいなって思ってるんやけど、いかんせん量が多すぎて、そのノートにねいろいろとまとめてる段階なんやけど、結構ねそれが時間かかってるんで、またね3月頃に動画出せたらなって思ってます。よかったら見てやってください。完全保存版みたいな感じでね出そうと思ってます。大きめのスリーブとかはね深型の引き出しに入れてます。はがきサイズのぴったりのスリーブめちゃくちゃよく使うから、ケースに入れてね取り出しやすくしてます。一番下も分かりやすいように何で使うスリーブかっていうのを
書いてます。私ほんと紙類のグッズ大好きなので、どのスリーブを使ったらぴったりかっていうのをね、すぐ分かるように整理整頓しました。ここにはなんかマットとか大きめサイズのスリーブとかを入れてます。で、これはめちゃくちゃ書きやすいペンです。というわけで私の作業コーナーでした。オタ活に関する何かが少しでも参考になってたらいいなと思います。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。